はい、どうもプロダンです。いや、もうとで今日今ね、もうこれ今日はちょっとある企画やるんですけど、もう俺はまあ俺じゃない、俺めちゃめちゃ荒いって久々に頼みました。赤と白のまだらなやつ。これもうずっとやりたかったんだよね。しかも頼んだらさ、なんか揚げ方間違えたとか電話かかってきて、2時間ぐらい遅れてさ、もう腹ペコがやばい。腹ペコが過ぎてます。で、なんか久々にケンタッキー食べたいなと思って、なんかそういう雰囲気させたくないですけど、このケンタッキーのこの、なんだ、サンダーボルトだったな、なんだったかな。あ、なんだっけ、ウサインボルト。ウサインボルトはあれか、陸上戦、なんだっけ。ネクチャータイソンとか、そんな名前。あ、なんだっけ。ブルーギル。ブルーギルサンダーとかそういう感じ。あ、カーネルサンダーカーネルサンダーが、まあ、あの、ほんと死んだおじいちゃん似ててね。じゃあ、食べてえなと思って。チュッチュッ。あ、チュッチュッ。話せんなことんな。あ、なんだよ。鍛えてんのか。おお、すげえな。筋トレして頑張ってますので、いいお嫁さんで、おじいちゃんのあの肩もですね、いいやいいやいいや肩が潰れちまえで、カーネルサンダーを今日はあの3日間連続で食べたら体重どんなのかっていうね、もう今太り散らかしてるんで、で今体重が68キロなんだよ。まあ、ちょっと痩せてね、はい、頑張って、昨日の夜からね、ちょっと少なくして、めちゃくちゃうまそう。で、これだけだと食えないんで、今日はマックのナゲットソース。あれを手作り作って、ナゲットソースをかけてケンタッキーに。やばくない？マックのナゲットソースをケンタッキーにかけて食べると。それをちょっとね、今日ね、やっていきたいと思います。はい、めっちゃ楽しみです。じゃあまずちょっと開封の儀してみましょうか。おりゃ。え、マジ、ケンタッキーパーティーやばいな。いや、ケンタッキーって言ったら、ほんと初めて食べたのが小学校低学年なんですよね。あの、地元のさ、俺、伊豆下田なんだけど、そのケンタッキーとか売ってないんですよ、当たり前に。で、唯一、伊豆下田から一番近い都会が伊東なんだよ。伊東のユニーっていうね、スーパーがでっかいのがあって、そこでね、ケンタッキーが初めてあって、最後買っていこうか、みたいな帰りにね、おじいちゃんおばあちゃん乗せて、で、父親で母親で。なんか、バケツのさ、なんかめちゃめちゃうまそうなケンタッキーをさ、おばあちゃん大好きで、その時。車の中でさ、食ってて、食べてっつって食べたのがケンタッキーで、マジでうまかったんだよね、そのケンタッキー。うわ、こんなの売ってんだ今。え、こんな感じで、キャベツとレタス。うわ、これなんだこれ。ペッパーマヨって書いてありますね。これ絶対、うわ、めっちゃ好きなやつ。ブリトー。このティッシュとかもね、マジ好きで、この入ってるやつね。ティッシュは別に好きじゃないんだけど、入ってるティッシュが、うわ、これ、うわ、懐かしい、これ。うわ、俺も唐揚げ事業やってるからわかるけど、この揚げ物でさ、カリカリしてないのに人気って、マジで前代未聞じゃない？このふにゃってこそケンタッキーみたいな。マジですごいよね。だってもう、水浸しなんだよ、これ。めちゃめちゃふにゃふにゃしてて。マジでうまそう。うわぁ。マジでマジレンジャー、うまそう。え、てかバケツ頼んだのにバケツのがない。え、バケツで食いたかったのに。いや、このポテトやばくない？このぎっしり、めちゃめちゃ密接して、めちゃくちゃふにゃふにゃしてる。はい、じゃあまずね、バーベキューソース作っていきたいと思います。ケチャップ大さじ2、中濃ソース大さじ2、醤油小さじ1、パワー。よし。え、これかき混ぜるだけで、マックの？うわ、最悪、手に薬指についた。うわ、でもマックの薬指だ。マックの BBQ ソースだ。いやー、懐かしいな、本当にケンタッキーを食べるなんて。え、ちょっと舐めてみていい？ちょっとだけ。あ、マックだ。これをビジャーってかけて。
やっぱ酸味があるじゃん、この BBQ ソースって。ちょっとやっぱね、あのケンタッキーってパシャパシャパシャしてて ぬるったい感じだから、ケンタッキーの王国作りますよ。うわ、ねっちょりしてる。うわ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 、ケンタッキー3日間はやばいっすよ。うわ、ふにゃふにゃしてうめえ。ふにゃふにゃしてうまい。なんで全然サクサクしない。もう1から10までふにゃふにゃしてる。うん、米みたいに食えるな。うん、うわ、うまっ。あ、なんだろう、この香辛料、一回手伸ばしたら止まんないね。うん、最初ポテト食べちゃうタイプなんだけど、なんか人の食い方とか気になるんだけど、皆さんどうやって食べるの、このケンタッキー。俺はポテトからいっちゃうんだよな。うわ、ふにゃっててもうめえ。口がモッサモサしてやばい。うわ、なんかケンタッキーってマッチョにしようがるね。え、すごいね、ケンタッキーって。だってうまいけどさ、なんか揚げたてじゃねえし、ふにゃふにゃしてんだよ。なのにうまい。いただきます。うん、うん、うめえ。うわ、味濃っ。あ、こんな濃かったっけ。あ、うまっ。うん、食い方わかんない。うん、食い方わかんないから胸ごと。うん、うったうった。え、ちょ待って、一人ケンタッキーマジ楽しい。なにこれ、靴下みたいでうまそう。うまっ。いや、鶏の胸がこんなうまいのやばいよ。めっちゃくちゃうまいよ。いや、久々のケンタッキーうまっ。うまっ。何うまい。まずはケンタッキーをちょっと堪能するために鶏肉だけで攻めていきたいと思う。こんなのもあるんだ。足組んでますね、これ。はい、じゃあこれいただきます。全然違う。ちょっと待って、ケンタッキーってこんな楽しみ方あったんだ。いや、今までなんかがむしゃらに食ってたんだけど、ちゃんと部位別になってんのね。うわ、うまい。BBQ、このマックかけて。やばい。やば。え、うまっ。ぜひやってみて、ほんと、ケンタッキーにマック。これやばいわ。これやばいよね、これ。これどうやって食べるの？真ん中から。久々に結構さ、俺寝る前にさ、寝る前ルーティンで
過去のアルバム見てさ、苦しかった時の写真とかさ、ちょっと悪趣味なんだけど、それ明日も頑張ろうとかって思うわけよ。で、その時になんか昔の写真見たらさ、いや、おばあちゃんの写真出てきてね、これほら、ちょっとご紹介させていただきたいと思うんです。うちの鈴木清子です。はい。詩吟の先生でめちゃめちゃすごい。だから詩吟とか聞くとさ、めちゃめちゃ居心地よくなるの。なんか不思議だよね。だから今だに俺電車とかで詩吟とか聞いたりするの。父親が厳しくてさ、父親と母親が当時ね、今緩いけど、そんな食わせんなみたいな感じでさ、でもおばあちゃんが食わしたいじゃん、孫に。だからよく行ってさ、正月休みとか夜、二人でケンタッキー食い散らかすみたいな。BBQ ソースにつけて、鶏の胸肉のおにぎりだよ、マジ分厚。なんか太らなそうだな。でも鶏の胸肉ちょっと高カロリーだけだから、太らないと、もう鶏の胸肉だからマジ体に良くてヘルシーだぞって思い込まなかったけど、やっぱ反応違うもんね。ケンタッキーは太らねえって実証した。当時サラリーマンとさ、女装やっててさ、土日女装配信してたわけよ。で、鈴木清子はさ、白血病で死んじゃったわけよ。もう今でもちょっと思い出したくないですけどさ、もうベッドでさ、もうなんか骨だらけの骸骨みたいな感じで、あーみたいな感じになって、いや俺のおばあちゃんじゃないと思いながら、でもおばあちゃんだから、なんかもうさ、現実受け入れきれなくてさ、いやもうさ、誰にも何も言われなくても、わ、もうすぐ死ぬんだなって分かっちゃったの。その時もう涙がさ、帰った後に、その時はさ、父親とか母親に見られたくなかったからあれだけど、もう帰った後号泣して、今でも覚えてますね、あれ。で、その時に母親がね、俺の女装配信の女装の画像とかさ、知ってる、やってたら知ってるから、もう親公認だからさ、でその清子にさ、その母親、俺の母親が、ほらこれ女装した姿なのよとか言って冗談で見せたらさ、めちゃめちゃ元気になって笑ったのよ、動画ね。で、その時にちょっとなんかやめようと思ったんだけど、女装ってなんか気持ち悪いじゃん。気持ち悪い、あれ護衛がんだけど気持ち悪いなと思ったから当時。だけどなんか、うわ、おばあちゃん元気なんだったらと思って、そっから熱が入ったんだよね、そのネット活動に。いや、もっと弾けて、いろんな踊り混ぜてさ、カンナムスタイルとかさ、当時、あとミミミとかさ、いろんなことやり始めたので、それやっぱ、それがきっかけなんだよね。もうその時はもう亡くなったんだけど、だから生きてるうちになんかやった方がいいっすよ。いや、ケンタッキーの大食いからとんでもねえしんみりした感じになってるの、やだな。なんかさ、俺だけかな、ケンタッキーってエロスあるよね。服剥ぎ取る食事みたいになってんだよね。3時間おきぐらいに食べよう。うわー、絶対のブリトー食べたらどうですか。マックのBBQソースめちゃくちゃうめえ、皮の味の濃い、これさっきのマジうめえ、BBQソースのブリトー。うん、いや満点、うまっ。10時57分、ちょっとこれきついな、これ237キロカロリーらしい。だから結構意外にやっぱサラダチキンの2倍ぐらい、2倍いかないぐらい、2倍ぐらいか。いや、こんなジューシーでね、だから結構ダイエットメニューなんだよね。2日目はね、昨日結構いろんなハンバーガーを食ったんで、今日調整で、チキンだけにします。5、6個今日食べるんで、でも1600キロカロリーぐらい多分。え、これ結構やばくない？多分、痩せてるぞ。え？ KFC ダイエットありじゃない？減量初期とかだったら。うん。やばい、ちょっとルール違反だけど、
ちょっとしかもあんなパサパサガリガリで甘いしょっぱいでご飯食べたいのところこのもちもちの甘いのからしなびてるからうまいのマジでけんだけサクサクだったらしなびちゃってるマジうまいマジうまいうんうめえやってみはいおはようございます体こんな感じですね。もたれてケンタッキーで昨日全然食えなくてすげえ絞れたような気がするの。最初の1日目はめっちゃいっぱい食べたくなっちゃったんだけど飽きてきてだんだん胸肉だからパサパサしてきてさ今乗ってみましょう。そんな変わってない。69.5 なんだけど、ダメだ、ケンタッキー。やば。あんだけパサパサして、なんかヘルシーっぽい感じでもうお腹いっぱいで持たれたのに。めちゃめちゃ増えてんだけど、ケンタッキーダメじゃん。このお腹の隙具合 69.5? めっちゃ太ってんだけど、痩せてそうと思ったらめっちゃ太ってます。はい。ケンタッキーは、痩せない。でも見た目なんかすげえいいんだけどな。きつかった。持たれて今から米食べるよ。あれはみんなと一緒だからね。米食べるぞ。ベルルティー。いやーありがとうございます。おお、さらにさらにさらに袋に包まれて、いやーすげえ似合うと思うな。いやいやいや、またさらにさらに来てね。はい、これです。このうおいや、ありがとうございます。似合うね。すいません。似合うね。めちゃくちゃかっこいいよ、これは。いや、めちゃくちゃこう似合う男になれるように。似合うね。頑張ります。ホクロさんはやっぱ顔いいんで、もうちょっとやっぱ服とか髪型もそうすると完璧だと思うんですよ。八木さんどう思います？めっちゃ思います。ていうかダサい、ちょっと服とかやっぱり。だから私がチョイスするの着てください、買ってください。ちゃんと女性のセンスをやっぱ、いやでもロングマフラーのさ、キムタクしてる。あ、ロングバケーションの絶対良くないです、まあ、ドラマですよね。ドラマですよね。いや、プードルじゃない。あの髪型にしたいんだよな。いや、まあ、かっこいい、渋い感じはしますけど、ロン毛はだらしなく見えちゃう。今の時代はそんなロン毛ロン毛じゃない方がいいんじゃないですかね。絶対セットしないし。あ、確かにそういうセットの面でも。もっと何パーマかけた方がいいと。絶対パーマ。じゃあ髪もっと伸ばした方がいいの。まあ今ぐらいかもうちょい伸びて、でもっと強くパーマかけるとか。もうちょい強めにかけたら。髪色は別にいいっしょ。髪色めっちゃいいです。髪色めっちゃいいです。髪色明るくすぎないで。